キャンディス・オーウェンズは、アメリカの保守系の作家、政治評論家、政治活動家である。当初は、ドナルド・トランプ大統領や共和党に批判的であったが、その後、支持に回る。トランプを支持し、ブラック・ライブズ・マターや民主党に批判的な保守派の黒人女性として活躍している。オーウェンズは、コネチカット州スタンフォードで4人兄弟の3番目として生まれた。両親が離婚したため、11から12歳頃から祖父母によって育てられる。父方の祖父はアフリカ系アメリカ人でノースカロライナ州生まれ。祖母はアメリカ領バージン諸島のセントトーマス島の出身であるため、オーウェンズはカリブ系アメリカ人であるとも言える。2007年、元友人やスタンフォード市長の息子を含む5人の白人同級生らに人種差別的な言葉でリンチを表す、タールと羽をつけるなどの殺害脅迫と人種的及び性的中傷を受けたと主張。捜査と裁判においては、全米黒人地位向上協会の支援を受け、また、NAACP から通学時の護衛などの支援も受けた。2008年の連邦裁判では、学校側が生徒を人種的な攻撃から守らなかったと主張、学校側は$37,500をオーウェンズに支払った。コネチカットのスタンフォード高校を卒業後、ロードアイランド大学に進学したが、学士ローンの問題で退学を余儀なくされた。2015年、マーケティングサイトディグリー180を共同設立し、共和党のティーパーティーの狂った狂気といった投稿記事も書いていた。2016年、人種差別的な殺害脅迫を経験したオーウェンズは、デジタルフットプリントを利用し、ネットいじめを追跡するサイト socialautopsy.com を立ち上げた。これがネット上におけるプライバシーを侵害するものとして物議を醸し、さらにゲーマーゲート論争に介入、自身の個人情報もネットにさらされ激しく非難された。その渦中でマイロ・ヤノプルスやマイク・セルノビッチらオルタナ右翼のサポートを受け、彼女自身の言葉によれば、一夜にして保守派になったという。2017年頃から、オーウェンズは構造的人種差別、制度的不平等、アイデンティティポリティクスなどのリベラル派のレトリックを批判し、保守系の言論界でなお知られるようになる。2017年に政治をテーマとした動画を YouTube に投稿し始め、同年9月にはアメリカにおける黒人保守派の運動を推進することを目的に、レッドピルブラックというウェブサイト及び YouTube チャンネルを立ち上げた。PragerUの YouTube チャンネルでザ・キャンディス・オーウェンズ賞の司会を務めている。2017年11月、ターニングポイント USA という右派系非営利組織がオーウェンズをディレクターとして採用することを発表。2018年4月、ツイートにトランプ大統領は自由な世界のリーダーであると同時に、救世主でもあると心から信じていると投稿。さらにカニエ・ウェストが、キャンディス・オーウェンズの考え方はいいね、とツイートし、大きな話題となる。5月、ドナルド・トランプ大統領が、オーウェンズが、この国の政治に大きなインパクトを与えていると発言。10月、イギリスのBrexitをもじり、黒人は民主党を去るべきというキャンディスの主張を表す、Brexitのロゴを、自分の親愛なる友人のカニエが制作したものとして紹介した。しかし、カニエは関与を否定。オーウェンズはブログで謝罪したが、私は一度もカニエがロゴをデザインしたとは言っていないと主張した。カニエは自分が信じてもいない政治的メッセージを拡散するのに利用されていると不快感を表明した。BBC はアメリカのブレキシットがどう歴史認識を取り間違えているのか検証した。2019年3月15日にニュージーランドで51人を殺害した白人至上主義者はその声明の中で彼女の話を聞くたび、彼女の洞察力と物の見方に圧倒され、僕はどんどん暴力を信じていったと言及していた。4月、ヘイトクライムと白人至上主義者に関する下院司法委員会での証言の中で、オーウェンスは共和党が南部での支持を拡大するために人種差別を利用したという南部戦略はありえない神話であると主張したが、これは米史研究者らによって否定され、プリンストン大学のケビン・クルーゼは、この発言を全くナンセンスだと批判した。11月、フォックスに出演し、オーウェンズは自分が生きてきた中で人種問題など全くなかったと強調したが、これは2008年の人種差別から生徒を守らなかったと学校側を訴えた訴訟と、その際の NAACP の支援を忘れているのではないかと話題になった。2020年4月、オーウェンズは政界進出の意思があることを明らかにしたが、一方で大統領選挙の共和党党大会に呼ばれなかったことがネットの話題となった。6月、オーエンスはジョージ・ソロスがジョージ・フロイドの死の抗議者に資金提供していると主張したが、それはすぐに誤りである指摘とされた。その後間もなく、彼女はジョージ・フロイドを黒人アメリカの壊れた文化であり、恐ろしい人間、彼が殉教者扱いされることは私をうんざりさせると語り、トランプ大統領がこれらの発言をリツイートし1億回近く再生された。11月、ファッション誌、ボーグの表紙を飾ったハリー・スタイルズのドレス姿に対し、強靭な男性なしで生き残れる社会なんて存在しないと、男性が着実に女性化していることをマルクス主義と関連させてツイートしたことに対し、著名人が続々と批判の投稿を寄せた。ブラックアウト、How Black, America Can Make Its Second Escape from the Democrat Plantation 2019年、ジョージ・ファーマーとの婚約を発表。2019年8月30日に、バージニア州シャーロッツビルのトランプワイナリーで結婚式を挙げる。ファーマーは、オックスフォード大学卒業後、ヘッジファンドで働いていた。彼の父親は、イギリス貴族院議員のマイケル・ファーマー。2020年に第一子を妊娠したことを発表。日本で、オーウェンズを積極的に紹介するメディアには、アメリカで親トランプの陰謀論や誤情報を拡散したとして、問題になっている、大紀元時報などがある。また、土方歳千鶴子は、偽情報でバッシングされているオーウェンズの投稿に関し、国中がオーウェンズ発言をなかったこと、聞かなかったことにしようとする風潮で異論が排除されていると主張している。ファクトチェックポリファクトカンダス・オーウェンズ。ありがとうございます。